皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。キム・テヒョンとジョン・ジョングクの関係は、長年多くの人々の注目を集めてきました。彼らの関係は、単なる友情を超えた特別な親密さと絆で満ちており、二人はしばしば視線や微笑を交わし、静かな時間を共に楽しんでいます。 まるで二人だけが理解できる秘密の言語を共有しているかのように、互いに深く関わり合っています。彼らが一緒にいるとき、外の世界は消え去り、二人の間にだけ存在する特別な瞬間が感じられます。BTS のリーダーであるナムジュンも、この関係に深く関わっています。彼はグループを導くだけでなく、テヒョンとジョングクの関係を支え、守る役割も担っています。 ナムジュンは、ファンダムが彼らの特別な絆をどう捉えているかを理解しており、その人気が時にファン同士の対立を引き起こすことも知っています。こうした誤解や批判に対して、ナムジュンは二人を守るために積極的に介入しています。ナムジュンは、テヒョンとジョングクがソーシャルメディアでの批判やネガティブなコメントにさらされることも理解しています。彼は、二人がそのようなプレッシャーに直面するときに、 兄のような存在として寄り添い、精神的なサポートをしています。時には、インタビューやパフォーマンスの場で二人の間に立つこともあり、それは距離を置くというよりも、保護するための行動です。テヒョンとジョン・グクが一緒にいると彼らはしばしば自分たちの世界に没頭してしまいます。彼らの自然な冗談や笑顔は特別な関係を反映していますが、それが誤解されるリスクもあります。 ナムジュンは、そのバランスを保ち、二人の関係が誤解やファンダム内での対立を引き起こさないように心がけています。適度な距離を保つことで、本当の親密さを守ることができると彼は感じています。それでも、ナムジュンのテヒョンとジョングクへの愛情は明らかです。二人が一緒に笑ったり支え合ったりする姿を、ナムジュンは誇らしげに見守っています。カメラの裏では、 介入する必要もなく彼は彼らの幸福を静かに楽しんでいます。ナムジュンにとっては自然な親密さと公の場での適切な距離感を保つことが関係を守る鍵となっています。ナムジュンは BTS というグループにおいてメンバー同士の愛情が重要な柱であることを理解しています。そのため彼は見えないところで二人を保護し、 彼らが自由に自分を表現できる環境を整えています。ナムジュンのリーダーシップは、テヒョンとジョングクの関係を尊重しながら、外部からの圧力に対しても守るという役割を担っています。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想は、コメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。